どうも、本日はツアー3日目広島に来ております。ここは橋の上ですけど、あれ原爆ドームがございます。ここね、原爆ドーム。昨日福岡で今日広島に移動してきて、僕自身広島6年ぶりぐらい行きました。駅前がすごい変わってましたね、広島の。それにちょっとびっくりしましたけど、まあ原爆ドームのね、広島を象徴する建物ですから、僕的に勝手に第3ぐらいの故郷だと思ってます。やっぱシーズン的にもね、修学旅行生とかもいましたよ。そういう時期ですよね、ちょうど通りまして修学旅行生が、はい、まあこういう季節でもあるので、ちょっとね木々も色づいてきて非常にいい時期に来たなと思いました。ということで本日は、広島原爆ドーム周辺よりお送りしました。それではさよなら。